わりっていうのかな、ちょっと赤くなっちゃって一緒に行ってみる。え、そう、うん、ちょっとほら目の周りとか鼻のあたり、上のあたり、あーちょこっとね、うん、左目のなんか草むらの中入った後こんな、ああそうだ、あ結構ね、草むらの中でね、うん、アレルギーになる。うん、前のリッキーの時にあの緑地行って、うん、すごいアレルギーだった、お腹が。で、その時どうしました？自然に治った？いやいや、もう連れてった。医者。うん。で、なんか飲み薬ですか？飲み薬。塗り薬じゃなくて。うん、飲み薬。あ、本当だ。うん。うちもじゃ連れてってくるわ。早めの方がいいかもしれないね。早めの方がいいかもしれないね。もう2週間ぐらい経ってんだけどさ。うん。まだでもそんなひどくないから、うんね、もしかしたらあの草むらよりアレルギーかもしれないよ。ご飯とかなんかのさ、急になるかね、うん、だいたいそんなもんだよね、だいたい急になる、うん、あそう、今までなんともなかったのにね、うん、急になっちゃってさ、来た、あ来た、おはよう、ハッピーハッピー、座れば、はい、座れ、ちゃんと、あ、ランが来た、ランが、ランちゃん、あの格好。飛んじゃダメ。座って座れ。あ、横から横取りしてるこいつ。なんという品のないことを。ほらアッシュ。こっち。待てよ。待て。